さあどうも、わたぬきです。現在ね、宮城県の仙台駅に来てます。でここから何をするかっていうと、やっとね、3月に全線復旧した常磐線の、特急日立ですね、これに乗って新たにね運転を再開した仙台からいわきの区間、ここに乗っていわきまで行こうと思います。でその日立ときわなんですけど、この特急料金がね意外といびつな体験になってて、料金表を見ると分かるんですけど、明らかに分割して買った方がね安くなる区間があるんですね。なので分割して買えば安いっていう紹介と、さらにねエキネットチケットレスの割引っていうのがあるんですけど、これが期間限定で300円割引になってると。でそれに関しても、分割をするとその割引は2回使えて600円割引になるんで、通常を買うよりもねものすごい金額割引になるんで、それを使ってみようっていう動画ですね。じゃあとりあえずねチケットレスの特急券を買うところをねやってみます。まあね、じゃあ実際に特急券をチケットレス買っていくんですけど、まずね特急料金確認してみましょう。日立ときわ、スワロー若木、あずさ、海事、富士海遊、八王子、青梅の特急料金ということで、まあ、いわゆるスワローサービスが行われている列車ですね。これが、まあ、事前料金になるんですけど、50キロまで760円、100キロまで1020円、150キロまで1580円、まあ、この辺まではまあいいかなって感じなんですけど、200キロまで2240円ってなってるんですね。100キロまで1020円なのに200キロまで2240円、これは明らかにね100キロまでを2回買った方が安いんですよね。でそれを活用していくんですけど、ただねこう200キロまでの区間が全部ね分割できるかっていうとそうじゃないんですね。うまいところに停車駅があってそこで分割できないと、適用できないので、意外とね200キロまでの区間を、100、100で分けるっていうのは難しいんですけど、仙台からいわきに関してはね分割することができるんで、ちょっと買っていこうと思います。ではエキネットのサイトでチケットレスサービス、これでねやらないとチケットレスにならないですね。まず仙台から浪江、720円の特急券で、さらに浪江からいわき720円特急券、1440円で特急券代が済んでます。これが普通に紙の特急券を買うと2240円なので、それよりね800円安くなってますね。でまあね、このチケットレス割引は、6月30日までの予定だったんですけど、まあ、延長されて9月30日までということで、多分ね9月30日で終わりだとは思いますけど、それまでの区間ね、この日立ときわだけでなくてね、あずさ海事なんかも割引になりますんで使ってみてください。でまあこんな感じでチケットレスで、ものすごい安いね特急券を買ったのはいいんですけど、乗車券ってね、どうなるんでしょうね。そう、仙台ってねスイカ使えますし、いわきもねスイカ使えるエリアなんで、スイカを使ってチケットレスで行けるかっていうとそうじゃないんですね。途中にスイカの使えないエリアを挟んでるんで、そういったところをまたぐ場合はね紙の切符で乗車しなくちゃいけないと。なのでチケットレス特急券が使えるけど切符はチケットが必要っていうね、なかなか矛盾したような状態になってるんですね。まあ、以前もねあずさの大糸線の区間なんかはねスイカ使えないんでチケットレス特急券があるけど、チケットが必要っていう状態でしたけど、この常磐線でね、チケットレス特急券だけど乗車券がチケットが必要ってなるとはね思わなかったですね。まあ、ということで、じゃあ券売機で普通のね乗車券も買っていきます。ということで仙台いわきの2640円、チケットが必要な乗車券を買ったので、これで改札に入っていきます。で6番線特急日立26号品川出てますね。いや楽しみだな。ちょうど階段のところにもね案内が出てますね。本当ねこの仙台いわき間を特急で乗ったのは高校生の頃のスーパー日立に乗っていられたから10年以上ぶりですよね。じゃあまだ発車の30分前ですけど、入線を待ちましょう。あ、常磐線沿線見どころ紹介とかもねありますね。いや本当に、ね、復活したんですね。 あとねこの動画は特急券を分割して安くなるっていうのがメインのテーマなんで、ここから先はただ乗ってるだけの内容になっちゃいますけど、そこはご了承ください。
さあ、では日立号をいわきで下車しました。従来はね、品川とここまでの間の運転だったのに、相当な距離が伸びましたね。仙台乗ってから2時間ぐらいね、経ちましたもんね。いやー、でも常磐線のね、あの復活した区間初めて乗りましたけど、やっぱり最後に復活した区間は、まあ、駅の付近だけ多分暫定的に立ち入れる状況だと思うんですけど、まだまだね、被災した当時の状況が残ってる部分も多かったですね。いや、でもね、この日立号復興のシンボルとしてね、走ってる目も大きいでしょうからね。まあ、これがきっかけにね、またますますね、復興が進んでいってほしいですね。さあ、じゃあ走り去っていきましたね。ではね、こんな感じで、まあ、元のね、動画のネタとしては日立号のね、特急料金を分割してさらにチケットレスで買うと特急料金が相当安くなるということで、それがね、たまたま日立号の復活した区間が当てはまるということでね、使ってきました。じゃあ、これでこの動画は以上になりますので、また次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。